こんな感じ。ああ、いいですね。もやしが入ってからはね、1分も炒めなくていいです。もうこんぐらい。どうも、です。ほな、今日は究極の野菜炒めを作っていきたいと思います。はい、すいません、料理のお兄さんリュウジです。はい、皆さん騙されたでしょう。僕の料理、結構ねハイカロリーなものが多いので、今回はですねお野菜中心にやっていこうと思います。一応ね料理研究家なのでね、栄養バランス的なねこともね皆さんに考えていただきたいと。はい、まああんまり思ってないんですけども、そういうレシピを提案できたらいいなと思いまして、中華屋さんみたいなね味の野菜炒め、これがね少しのことでねすっごく美味しい野菜炒めになりますので、これを今からやっていきたいと思います。はい、ではですね材料はこちらになります。キャベツですね、8分の1個です。100g ですね。はい、で人参がこれ大きい人参だったんで4分の1個ぐらい、50g ですねこれね。はい、でピーマン1個、これが 50g、もやしですね、これが 100g なので、2分の1袋。肉は入れません、野菜だけで美味しいものを作っていきます。はい、それではね料理を作っていきたいと思います。グラスを用意しますね。一番美味しい一番のやつをね、グラスに注ぎます。テンションを上げていきます。あーうまい。キャベツからやっていきましょうか。キャベツはね芯のところ切ります。はい、切って、もうね、3等分ぐらいにざく切りです。はい、こんな感じで。で、ばらけさせておけば全然大丈夫ですね。はい、芯のところはね、ちょっとね、太いのでね、ここら辺はね、半分ぐらいに切ってあげましょう。はい、人参です。僕の切り方なんですけども、人参はね、硬くて、ちょっとね、切りにくいので、できればお酒を飲む前にやった方がいいです。こんな感じですね。はい、で、皮はね、剥かなくていいです。これぐらいで細切りにしちゃうとね、皮の食感ね全く分かんなくなるので、皮の周りには栄養が詰まってますんで、これはねそのまま、やってください。はい、こんな感じですね。ピーマンですね、こうですね、半分に切っちゃいますね。種ね、これ食べれるんですよ実は。種、取らずにですね、まあ、こんな感じで、千切りにしていきます。はい、こんな感じですね。はい、それではですね、炒めの工程に入っていきます。まずですね、サラダ油、今回サラダ油の量すごく大事なので、見といてください、ね、これ大さじ1と半分です。油はね、結構使ってください。油が野菜を美味しくします。火にかけていきます。火はね、強めの中火です。フライパンをまず温めます。油がサラサラな状態になるまで温めてますよ。油がね、さらっとねこうよく動くようになってきたら人参です。はい、人参がね一番火通りにくいのでね、煽る必要はないです、ね、あくまで火を入れていく感じですね。で両面、少し黙ったらですね、次に、ピーマンです。ピーマンはね結構ね火が通りやすいんですけども、僕の場合は、ピーマンの、味が嫌いなので、最初に炒めます。炒めれば炒めるほどピーマンの苦味が消えるんでね、シャキッとしたのがいい方は、最後らへんに加えた方がいいかもしれない。火はね強めの中火終始です。ピーマンもしなっとしてくるので、そうしましたら、キャベツを加えていきます。でこれまたね炒める。全体にね今度ね油を回すような感じで炒めていきます。はい、お塩がですね小さじ3分の1です。味の素1、2、3、4、5振りです。はい、これ重要です。はい、しなっとするまで大体ね1分半ぐらいにね茹でますね。引っ張ってんのかな、もうこんな感じですね。最後にこれね、もやしを入れるんですね。もやしがねシャキッとしたのがね美味しいのでね、こんな感じ。ああいいですね。もやしが入ってからはね1分も炒めなくていいです。もうこんぐらいで、これで仕上げに黒胡椒です。はい、黒胡椒を振って煽って、はい、これでもう完成なんですね。はい、で盛り付けていきます。はい、ということでですね盛り付けていきますよ。はい、こんな感じでね、はい、こんな感じでね、仕上げに少しね黒胡椒をねかけてあげて、はい、こちらでですね究極の野菜炒めの完成でございます。はい、それではですね、できましたので早速食べていきたいと思います。いただきます。ご
これは至高だわ。いやなんかツヤツヤしてますね。いただきます。店出せますね。めちゃめちゃうまい。この作り方がね一番うまいと思う。本当に美味しい。あのもやしのシャキシャキ感もキャベツのシャキシャキ感もすごく残ってるんですけども、もうね野菜の良さがすごい残ってますね。これねビールめちゃめちゃ合うんですよね。おつまみにもいけるんですね。お肉入ってないんですよこれ。でもねすっごくやっぱね味の素かな。味の素すごいよ。こんなにあの野菜を、ね、食べられるんだからね。うん、いろんな野菜を別々に炒めることによってそれぞれの野菜の食感がすごく生きてます。人参はねもうね、シャキシャキ感は、なくなってるんですけど、人参と、ピーマンはうまみだけ残ってますね。これね食感は、もやしとキャベツを出してるって感じですね。僕はねこの野菜炒めがね本当に好きです。他の野菜使ってもいただいても結構です。あのねキノコとか入れるとねまたねちょっとお肉みたいな食感がするので、ボリューミーになったり、あとはもう普通にあのなんか豚こまとかあの一緒に炒めていただいても構いません。人参とピーマンあたりのところに細切りのあの豚肉を入れていただければ美味しいね肉野菜炒め。味付けはこのままで結構です。はい、野菜炒めなんてって皆さん思ってるかもしれないんですけど、これ一回やって作ってみてほしいですね。でですね重要なのは、油をけちらないでください。あの油をで、お野菜をコーティングすることによってすごくねあのお野菜なんですけどもコクと旨味が生まれますので、これはね本当にねちょっとすみません、あのいつも俺すっごい食べるんですけどこれね本当美味しいの。僕本当これ好きなんですよ。人参がうまい毎晩これでということでですね、皆さんこちらの至高の野菜炒め本当に美味しいですので、ぜひね試してみてください。ということでですね今回の動画面白そうだなとか美味しそうだなとかなんかやってみたいなとか思った方はぜひですねチャンネル登録をよろしくお願いします。